はい、こんにちは、ショートです。ピョモンソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。今回はちょっとね、まあ、ほぼ昨日と同じ構築なんだけど、前期ね、僕の可愛い受けポケモンたちをボコボコに破壊してきたこのハチマキアクロースをちょっと使ってみようと思います。で、これどうしよっかな。選出。受け選出でもこれ勝てそうだよな。ハピーナスドヒド、ハピーナスドヒドイでお相手突破できないんじゃないかな。ドヒドハピー、アット1だね。まあ、やばいのは、ハッサムをドヒドが焼かなかった場合で、その場合だけを考えなきゃいけないんだけど、それだったらゲンガーの方がいいな、タスキで。相手ステロ巻きも別にいなそうだし。だから、かといってゲンガーの通りがいいかって言われると諸説感はあるけど、まあ、ドヒドイでハピナスって入ってよくて、裏にゲンガーを置くか、裏を置くか、みたいな話かな。いやー、これ完封できそうだけどな。ウーラオス。ウーラオスで大魔気でも全部、いやー、これゲンガーだな、でもさすがに。ウーラオスを使ってみようと思って、まあ、新しいルールも2ヶ月か3ヶ月ぐらいあるわけだから、ちょっと、いろいろね、今まで使ってこなかったようなポケモンも使ういいチャンスだなとは思ってるんですけど、それでウラオスを、そう、わざわざね、サブロムの方の、エキスパンションパスも進めて、用意してきたんですけど、ちょっと、諸事情につきって感じだね。これ、あれだな、ゾロワークで匠だとだるいな。あ、でも一回必死から入っていいか、ここは。匠でもハピ投げればまだ間に合うんじゃないかな。じゃないかな。間に合うといいな。逆にドヒドイ、いやー、まあ、ひしまいて終わりはちょっともったいないとかいう話じゃなくて、これ普通にキングドラだね。ハッサム。なら熱湯1回でも多く押しときたかったけど。キングドラはハピで見れてるから、ここできれば焼きたいね。焼かなかったら最悪、熱湯で削れた後にゲンガーで、まあ、しばくと。助けあるからさすがにバンチ耐えるし、バンチ耐えるっていうか、その助け盾に。あー、いきなり殴ってくんだ。ハチマキか。それはでも大ジェットが雑魚になるから、全然いいんだよな。フィッチでこんだけ入んだからさすがにこれハチマキだよね。で、キングドラ出し直せば毒でしょ。ドヒドイで切りなくなると結構受けが不安になるんだけど、受け攻め両立みたいなノリなんだったら毒ビシで、裏と合わせて動くのもいいんだよな。オッケー、それはでも崩せないよ。ドヒドイでも。こっち再生ちゃんと押してるから。結構強えけどな。2回でこんだけ削れんだから。普通に強いんだけど、ハッサンも。あ、でも剣舞がないって分かっちゃったからね。嫌なのは、大ナックルかな。統治家をなるべく押したくないね。だから、再生かネットで少しでも。ダブルインが当てるな。これででもヒットポイントがかなり確保できてるから、ハチマキだから、一回でも火傷引けば OK なんだよね。焼きたい焼きたい焼きたい。ネット焼きたい。まあ、まだでも一回しか打ってないから、そろそろ2回目で、どうかって話なんですけど。かたくなに殴ってくるな。これは次もまだ平気だね。ヘドロもあるから、全然余裕だと思うんだけど。焼け焼け！ボボ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 ボ！まあ、ここは再生かな。まあ、ネットを稼がせてくれるんだったら全然こっちいいんだけど。ダブルウィングちょっとさすがに2回攻撃だから、急所怖いけど、そんなことも言ってられないからね。まあ、最悪ゲンガーの、圏内に入れるとかでもいいんだけど、全然。まだ再生連打かな。まあ、最悪ダイマックス切ってもいいしね、こっち。全然。で、裏がキングドラはゲンガーも早いからさすがに倒せるから。ちょっとダブルウィング好きだな、相手。急所狙ってるでしょ。こっちがネットで焼いてないんだからダブルウィング何発打ったって急所当たるわけねえだろ。考えりゃわかるだろ、それぐらい。運は平等なんだ、この世界。統治家も押したい気持ちもあるけど。いやー、再生だな、まだ。
トーチカで押してヒットポイント確保するのもまあ別に悪くはないんだけど、ハッサム別にドクるわけじゃないし、交代とかしてくるときはやっぱトーチカ押してると、あとダイナックルされたタイミングでトーチカするのが一番なんか美味しくないんだよね。ヒットポイント満タンあればな、クルした後のジェットも耐えるでしょ、さすがに。そうなれば相手だけダイマックス終わるから、まあ割と。ドヒドイデがいないと勝てないポケモンだけ考えとこう。引き。キングドラ、いいけど。それはいいけどね。はいはいはい。こう気合いダメでしょ、ピンのキングドラって。ゲンガー投げてえなあ。まあでもいろいろ考えてもドヒドリ残しとくか。ハピで。サザンドラ、ちょっと残るとやだな。まあでもハピか。さすがに。暴風。ゲンガー出さなくてよかった。はいはいはい。ねえ。こっちね、まあいいけど。キングドラ死ぬからいつか削れるね、まあ、トラータで。こういう交代際にちょびちょび後を稼いでいく感じが楽しい。なんかこっちは一切危険を犯さずに相手だけなんかちょっとずつね、はい、引いてハッサム。まあ相手が崩してくるとしたらここのハッサム出しからなのかな。剣舞はないと見てるから、まあなんか引くといいし、なんでもいいけど引かないね。まあドヒドイで投げて、ここナックルなのかな。一回ダブルウィングしてからナックル、どっちだ。あーでかくなってきた。うん、技構成が物理だから、あ物理じゃない、剣舞がないからおそらくね。トンボ返りバンチダブルウィングバカ力じゃないかな。その技構成だったらラスト、さすがに鋼とかに打点がなさすぎるからバカ力は欲しいはずなんだよね。まあそうだよね、それは OK で。こっちもでかくなるっていう話もあるね。全然、それがいいか。ジェットされたくないしな、あんま。ボールで。で、次ストリームをして、なんかこのゲンガー入りのさ、受けサイクルみたいなのってなんか7世代感あっていいよね。僕は7世代コンプレックスを発症してるので、7世代の時のような構築がね、なんかかっこよく見えます。でかくなって、まあ、ジェットさえ押されなければ最悪ゲンガーで持っていけると思う。次ジェット押すのかな、まあ、ストリームとか打てるからいいんだけど、それならそれで。で、ナックルならナックルで餌早くなんないからゲンガーで殺せるでしょ。で、ジェット押してくるならドヒドが多分死なないでハッサムをワンチャン倒せるんじゃないかっていう話と、あーナックルか。じゃあまあストリーム、アメストリームでチビになったハッサムはさすがにしばけるでしょ。いくらドヒドイででも、いくらドヒドイネか火力雑魚とはいえね、雑魚こんな入んねえの。まあ 1.5 倍と相手のヒットポイント残り半分っていう話でワンチャンだけど、まあダメならこれはゲンガーでしばくか。ジェットしてないから相手、こっちウォールストリーム入ってるから次ストリームだね。どんぐらい入んだろう。これをそもそもこっちのダイマックス状態の半分までいかないんだったら、ああ、全然余裕だったね。あ、余裕じゃなかったわ。2回殴ってくんのか、そっか。あ、1回しか行動できないっていうか、受かってないから、崩されちゃってたけど。やっぱダイマックスにダイマックス、後から押して、ウォールで消すみたいな動きが、いいね。結構多いんだよね。ダイマックスされて、最適解取られ続けると受からないけどみたいな、そういう時はやっぱダイマックス切って大ボールで潰すのが良さそうな気がします。
で、ラストに残ってるのがサザンだとちょっとめんどくさいんだけど、まあ、ここハピ投げて削れたとしても多分キングドラもハピも、あ、サザンもそのハピで見れるんじゃないかな。まあ、1体捨てたらワンチャンラスト1体でまくられるみたいなノリがあるのがちょっと怖いんだけど。うん、暴風は最大打点じゃないね。気合ダメ押しとかないとかないのかな。ピンで入ってんだよね、でも。よくわかんないけど。まあ、ダイストリームで自分で雨にできるし。みたいな話はあるけどね。トラートで。波乗り。イドンプじゃないなら全然削れないね。雨でも。楽勝なんだよな。次、卵海で間に合うし。ここ気合ダメされると嫌だから先に一回殴ったんだけど。なんか余裕だな。これ死ぬっしょ。ういー。なんかでも新しいその新ゾロ博最後に出てくるんだ先出せばよかったのに惑わせれるから。なんかあれだね、その新ルールを結構僕はマイナスに捉えてた。なんか強いポケモン使えなくなって、なんかパチンコドラゴンが強い環境嫌いだなって思ってたんだけど、意外となんかこう新たに使えるポケモンがいたりして楽しめるのかもしれないね。まあちょっと、あんまなんか、中身のあった対戦じゃないかもしんないんですけど、毎日動画を投稿するっていうことが大事なんで、僕は、毎日やります。じゃ今日はこれで。ちょ、ウラオス使わなかったわ。ごめん。おつ。